え、動画撮ってる。段差もありますが。あっちが咲くないんだね。優しくください。あれの物理でしょ。端の方とか。結構な感じ。いや、卵が。でも静かすぎて怖いんだけど。うん。ハムスターみたい。このクシルさんがいないんですよ。どれ？エゾリス？エゾリス。え、なんかさ、なんか警戒心強いって結構強めなビジュしてるね。やっぱ北海道で生きていくにはさ、隠れてんじゃない？警戒心強めだ。傘。触る？傘持って。傘。ちょっと待って。あれが襲ってくるんだよ。ちょうだいちょうだいグマじゃないよね。これちょうだいちょうだいグマじゃないと思う。マジでテディベアだね。テディベア。やっぱコスパカスばっかり。カラスばっかりでかくなってんじゃん。マイナス変わってるよね。まだありますよ。まだある。そう、あそこは多分見れない。よいしょ。到着です。おお、ありがとう。あ、そっからまた行ける？人の、うん。なんかジュラシックパークみたいな。うわ。うわ。あ、ここにさ、お菓子入れたら、あ、そういう感じ。こっちはこっち。
まこちゃん。うわ。まこちゃん。右ちょっとやってよ。やってよ。下手くそ。今見た手でさ、行かないように、あ、ごめんごめんごめん、刺した。あ、ごめんごめん。ちょっと待ってよ。はい、二万ウィース。これ。は？動けよ。やる気なさすぎ。もう一頭もう一頭。おお。まこちゃん。こっちに。すげえ超でかいしてる。はい、ということでめちゃくちゃ弾丸、今日の朝6時に網走を出て美瑛旭川まで行き、そして登別まで行き、新千歳に送り、最後私は札幌に来る、合計多分今日で600キロくらい走ってます。やばい、12時間。よくそうやって走れたのもそうだけど、その時間で観光もできたなというふうに思います。もうクタクタですが、明日は次、まあ、札幌近郊の観光で、サブスポットのあさみちゃんと今初めまして、会うのは初めましてなんですけど、まあ、インスタでつながってた車椅子の方と一緒に観光していこうと思います。もう疲れ切ったので明日も朝早いんですけど、今日ははい、焼きそば弁当ですね。なんか北海道限定とは言われながらも意外と買えたりするんですけど、ネギ塩味とかは多分フェアとかそういう時じゃないと買えないので、焼きそば弁当ネギ塩味を食べて寝たいと思います。はい、ということでこれはまたどういう風になっているか分かりませんが、まずは友達交えての1泊2日終わりました。次回札幌編、あさみちゃんとの旅行編、お楽しみに。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ。